こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は中国ドラマ乱陵王の第11話から第20話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。中国ドラマ乱陵王の第11話のあらすじは以下の通りです。第11話各国の内紛。第11話は乱陵王の中でも非常にスリリングな展開が繰り広げられ、各キャラクターの思惑が交錯する回となっています。このエピソードでは物語が一層複雑化し、様々な立場のキャラクターが緊張感を持って書かれています。まずは周の大宰相ウブンゴの存在が物語に与える影響について考えてみましょう。ウブンゴはウブン王にとっての障害者として描かれており、彼の行動がウブン王の勝利を阻む重要な要素となっています。ウブン王はウブン語を監視するために女人を贈呈する計略を立てており、これは巧妙な策略です。しかしこの行動の裏にはウブン語がウブン王に対して持つ強い警戒心が潜んでいます。二人の関係性が緊迫感を増していく様子はまさに権力闘争の縮図と言えるでしょう。一方で聖で波乱陵王が節部と共に皇帝の称賛を受けている光景が書かれています。この瞬間は乱陵王のリーダーシップと節部の知恵が結実した結果であり、非常に感動的です。二人の関係は戦場だけでなく政治の場でも大きな役割を果たしていることが見て取れます。特に乱陵王が節部の助言を受け入れ成功を収める姿は彼の成長を感じさせる重要なポイントです。しかしそんな中、強い危機感を抱いた皇位と祖帝は乱陵王から節部を引き離そうとする動きを見せます。彼らが提案した聖妃策略は乱陵王と節部の関係に大きな影響を与える可能性があります。この提案には嫉妬や野心が隠れていることが明らかであり、物語にさらなる緊張感をもたらします。皇位は自らの立場を守るために果敢に行動を起こすのです。このように第11話ではウブン語とウブン王の緊迫した駆け引き、乱陵王と節部の成功とその影響、そして皇位と祖帝の策謀が織り交ぜられた複雑な人間関係が書かれています。それぞれのキャラクターが持つ思惑が交錯する中で次に何が起こるのか期待感が高まるばかりです。またこれまでの話で築かれたキャラクターたちの背景や心理が今回のエピソードでも大いに生かされています。特に節部が持つ知恵と強さは乱陵王の支えとなる一方で彼女自身の立場を危うくする要素ともなり得るのです。彼女の選択が物語の流れを変える鍵となるのではないかと心の中で思わず想像を巡らせてしまいます。このように第11話各国の内紛は歴史ドラマファンにとって非常に興味深い展開が満載の回です。各キャラクターの思惑がどのように絡み合い、物語がどの方向に進んでいくのか次回が待ち遠しい限りです。まさに緊張感と期待感が渦巻くエピソードと言えるでしょう。中国ドラマ乱陵王の第12話のあらすじは以下の通りです。第12話乱陵王の妃選び。第12話は乱陵王のストーリーが新たな局面を迎え、感情の葛藤や運命の選択が織りなすドラマが展開されます。このエピソードは歴史ドラマファンにとって登場人物の内面的な葛藤や人間関係の複雑さが際立つ回となっています。物語は皇帝の命令によって乱陵王が妃選びを始めるところからスタートします。乱陵王は権力や義務に縛られた立場であり、妃選びに対して気乗りしない姿勢を見せています。この姿は彼の心の中にある節部への思いを強調しており、乱陵王が彼女を思いながらも運命の女性提示を意識せざるを得ない状況に置かれていることがよく現れています。一方節部は自らの立場と感情に揺れ動きます。乱陵王の妃選びが進む中で彼女は彼の運命の相手が現れるかもしれないという不安を抱きながら、
白山村に帰りたいと思います。この内面的な葛藤は彼女の強さや誇りを見せつつも、同時に弱さも抱えていることを示しています。愛するものを思いながらも自分の心を守るために距離を置こうとする彼女の姿は心に響くものがあります。しかし妃選びの場に定時が現れた瞬間、節部の心は動揺を隠しきれなくなります。この運命の女性の登場は物語に一層の緊迫感をもたらします。定時は美しさと才智を兼ね備えた存在として描かれており、蘭陵王の心をつかむ可能性がある人物です。この状況は蘭陵王と節部の関係に影響を与える重要な要素となるでしょう。妃選びという場面は権力と感情が交錯する緊張感のあるシーンです。蘭陵王の立場はただの一人の男性としてではなく、国家を背負う重責を抱えるリーダーとしての側面も持っています。彼が選ぶ女性が国の未来にどのような影響を与えるのか、そうした視点も歴史ドラマファンにはたまらない要素となります。またこのエピソードでは蘭陵王と節部、そして定時との関係がどう進展するのか、次回への期待感が高まります。妃選びの場面での緊張感やキャラクターたちの心理描写が絶妙に絡み合うことで、物語はますます深みを増していくのです。第12話では運命と選択、愛と義務が交錯するドラマが展開されており、見る者の心を引きつけてやみません。各キャラクターの思惑がどのように展開していくのか、彼らがそれぞれの運命にどう向き合うのか、今後の展開に大いに期待が寄せられます。このように蘭陵王は歴史ドラマとしての魅力を存分に発揮し、見る者に深い感動と興奮を与える作品であることは間違いありません。中国ドラマ蘭陵王の第13話のあらすじは以下の通りです。第13話忍び寄る間の手。第13話はドラマ蘭陵王の中でも特に緊迫感が漂うエピソードとなっています。この回では皇后と祖帝が蘭陵王を陥れようと企み、彼の運命が大きく揺らぐことになります。歴史ドラマファンにとってキャラクターたちの思惑や陰謀が複雑に絡み合うこの展開はまさに見逃せない瞬間です。物語は定時が蘭陵王の心を得たいという思いを利用され、皇后と祖帝の策略に巻き込まれていくところから始まります。定時は無邪気な若者として書かれていますが、彼女の気持ちが悪用される様子は見る者の心に暗い影を落とします。彼女の無垢とその無知が生む悲劇は歴史の中で見過ごされがちな運命の一面を映し出しています。その一方で節部は刺客に襲われる危機に直面します。彼女の存在は蘭陵王にとって大きな支えであり、彼が彼女を助けるシーンは二人の絆を強調します。危険な状況から節部を救う蘭陵王の姿は、彼の優れた武将としての能力だけでなく彼女への深い愛情を示す瞬間です。歴史ドラマにおいてこのようなヒーローとヒロインの関係性が描かれることは視聴者に感動を与える要素の一つです。しかし節部の危険を予知した彼女の祖母が毀損を命じる場面では運命の厳しさが浮き彫りになります。節部派蘭陵王への思いを抱えながらも彼を守れない自分に気づき、宮廷を去る決意をします。この決断は彼女の成長と同時に切ない別れの予感を漂わせます。彼女の心の葛藤は見る者の胸を締め付けるような感情を呼び起こします。また蘭陵王も節部を守りきれないことを悟り、別れを覚悟する姿は彼の内面的な強さと脆さが同居する瞬間を捉えています。歴史ドラマファンにとってキャラクターが持つ深い人間性や感情の変化は作品への没入感を一層高める要因となります。このエピソードでは権力争いや陰謀だけでなく愛情や友情、別れの痛みが交錯し、感情の揺れ動きが丁寧に書かれています。蘭陵王と節部の関係は単なる恋愛を超えて運命に翻弄される人々の姿を映し出す鏡となっています。彼らが抱える感情や思いが
物語全体を通じてのテーマとして浮かび上がってきます。第13話は物語の進展とともにキャラクターの内面を深く掘り下げる重要な回であり、今後の展開に対する期待感をさらに高めるものです。登場人物たちの運命がどのように交錯し、彼らがどのように困難に立ち向かっていくのか、ますます目が離せなくなります。蘭陵王は歴史とロマンが交差する中で視聴者の心を捉え続ける素晴らしい作品です。次回の展開が待ち遠しくなるエピソードでした。中国ドラマ蘭陵王の第14話のあらすじは以下の通りです。第14話運命の分かれ道。第14話はドラマ蘭陵王の中でも特に感情的な展開が詰まったエピソードです。この回では節分が抱える苦悩と彼女の勇気が物語の核心を揺るがす瞬間を生み出します。歴史ドラマファンにとって登場人物の感情の変化や運命の選択が物語に深みを与えていることは間違いありません。節分が悲しみを抱えながら宮廷を去るシーンは彼女の心情を象徴しています。祖母との再会は彼女にとって心の支えとなり、白山村での静かな生活を選ぼうとする気持ちが芽生えます。しかし人生は常に計画通りに進むわけではなく、運命は彼女に新たな試練をもたらします。蘭陵王が無実の罪で牢に入れられているとの知らせが届いた瞬間、節分の心は揺れ動きます。この決断は彼女にとって非常に重いものでした。祖母との永遠の別れを告げる場面は愛情と責任の狭間で苦しむ彼女の姿を強調しています。ここでの節分の決断は自己犠牲の精神を体現しており、歴史ドラマにおいて重要なテーマの一つです。彼女が蘭陵王を救うために立ち上がる姿は多くの人々に感動を与え、ヒロインとしての彼女の魅力を一層引き立てます。節分の起点によって蘭陵王の無実が証明されるシーンはこのエピソードのクライマックスの一つです。彼女の知恵と勇気が運命を変える力を持つことを示しています。この瞬間、歴史ドラマファンは彼女の成長を感じ取り、彼女が持つ強さに心を打たれることでしょう。ドラマの中で繰り広げられる人間関係や力関係は歴史の厳しさを背景にしながらも登場人物たちの成長と変化を描き出しています。さらに蘇天役皇后の運命が描かれることで物語の緊張感が増します。厳しい懲罰を受ける蘇天や皇后が廃される様子は権力争いの残酷さを象徴しています。歴史ドラマにおいて権力をめぐる争いは常に悲劇を生む要因であり、これもまた作品の魅力の一部です。第14話は登場人物たちの感情と選択が運命を変えていく様子を描き出すことで深いメッセージを伝えています。節分の勇気や決断力は彼女がただの愛のために動くのではなく、正義のために戦う姿勢を示しています。物語の進行とともにキャラクターたちの内面の葛藤や成長が繊細に描かれ、歴史ドラマの魅力をさらに引き立てています。このエピソードを通じて歴史の中で生きる人々の思いを深く感じ取ることができます。蘭陵王と節分の関係がどのように変わっていくのか、次回の展開が待ち遠しいですね。ドラマ蘭陵王は感情豊かで魅力的なキャラクターたちが織りなす物語であり、ますます目が離せなくなります。中国ドラマ蘭陵王の第15話のあらすじは以下の通りです。第15話再び終焉。第15話はドラマ蘭陵王において新たな展開を迎える重要なエピソードです。この回では節分と蘭陵王の関係に焦点が当たり、運命に翻弄されるキャラクターたちの姿が描かれています。歴史ドラマファンにとってこのような展開は心を躍らせるものであり、キャラクターの内面的な葛藤と成長をさらに深く掘り下げるチャンスでもあります。節分が蘭陵王の妃になることが決まったものの、彼女の心には不安が渦巻いています。特に別れた祖母のことが気にかかり、彼女は真の喜びを感じられません。この感情の葛藤は彼女の人間らしさを象徴しており、
視聴者が共感できるポイントでもあります。大きな運命に導かれながらも彼女が抱える思いが視覚的に伝わることで物語に厚みを与えています。また節部と蘭陵王が外出するシーンは2人の関係を示す貴重な瞬間です。気晴らしを求めて出かけた2人ですが、些細なことで口論になり別行動を取ることに。ここでの彼らのやり取りはまさに人間関係の脆さと複雑さを表現しています。愛情に満ちた瞬間もあれば感情がすれ違う瞬間もある。そのようなリアルな感情の描写が物語を一層魅力的にしています。しかしこの穏やかな時間は長く続きません。節部が周平に連れ去られる衝撃の展開が待ち受けています。彼女が目を覚ますと目の前には名能文帝を助けてほしいと懇願する右文陽の姿が。ここで能文陽の登場は彼の抱える困難を強調すると同時に節部の新たな運命の扉を開く要素となります。歴史ドラマの中での人物関係の複雑さはこのように他者とのつながりを通じて書かれドラマの深みを増しています。右文陽が持つ背景や彼の目的は物語にさらなる緊張感をもたらします。彼が節部に助けを求める理由は何か、そして節部がどのように反応するのか、これからの展開が気になるところです。このエピソードでは個々のキャラクターが持つ運命の重みがクローズアップされており、彼らの選択が未来にどのように影響を及ぼすのか想像をかきたてられます。蘭陵王は単なる愛の物語にとどまらず、権力や運命、そして個々のキャラクターが持つ背景が複雑に絡み合っています。節部が抱える葛藤や蘭陵王との関係の変化、そして新たに浮上した右文陽の問題が物語の核心をなす要素となっているのです。次回の展開がどのように進んでいくのか、ますます目が離せなくなることでしょう。歴史の中で繰り広げられる人間ドラマの深さを感じさせてくれるこの作品はまさに一級の歴史ドラマといえます。中国ドラマ蘭陵王の第16話のあらすじは以下の通りです。第16話、天女の治療。第16話は中国ドラマ蘭陵王において緊迫感あふれる展開が繰り広げられる重要なエピソードです。この回では節部が右文帝の奇病の治療に奮闘し、その姿を蘭陵王が密かに見守るという彼らの愛情と運命が交差する瞬間が書かれています。歴史ドラマファンにとってこのエピソードはキャラクターたちの絆や葛藤を深く理解する手助けとなるでしょう。節部が右文帝を助けるために尽力する姿は彼女の優しさと献身を象徴しています。彼女は自らの過去や感情を乗り越え、医療技術を駆使して右文帝の奇病に立ち向かう姿が印象的です。このような情熱的なキャラクターの成長はドラマの中での重要なテーマとなっており、視聴者は彼女に共感を覚えることでしょう。一方、蘭陵王は衛兵に化けて節部のそばにいることで彼女の苦労を密かに見守っています。愛する人のために行動する彼の姿勢は彼の強さと優しさを同時に感じさせます。彼の存在が節部にとってどれほどの支えとなっているか想像するだけで心が温まります。この二人の関係は運命に抗う力強さを象徴しており、彼らが抱える愛の葛藤がドラマの魅力をさらに引き立てています。しかし物語は節部の治療だけでは進展しません。宮中では右文後が謀反を計画し、ボウザンでの大敗を理由に右文陽の腹心であるウッチ系を死に至らしめるという陰謀が渦巻いています。この展開は権力闘争がドラマの中心的なテーマであることを再確認させます。右文後の陰謀がどのように展開していくのか、物語がますます緊迫感を増していることを示しています。さらにある晩、右文陽の手先である玉兎が右文後が右文陽に毒を盛る計略を耳にするという衝撃の展開が待ち構えています。この瞬間、ドラマはサスペンスに満ちたものとなり、今後の展開に大きな影響を与える可能性を秘めています。
リョクトがこの情報をどのように扱うのか、彼女の選択が今後の運命にどのように作用するのか、期待が高まります。このエピソードは、キャラクターたちの感情と権力闘争が絡み合い、ますます目が離せなくなります。節部と蘭陵王の関係、ウブンゴの陰謀、そして新たに浮上した玉との役割が、今後どのように物語に影響を及ぼすのか、ドラマの魅力を一層引き立てる要素です。蘭陵王は、歴史を背景にした深い人間ドラマであり、視聴者は次回の展開に心を躍らせることでしょう。キャラクターたちの運命が交錯する中、どのように物語が展開していくのか、ますます目が離せません。中国ドラマ蘭陵王の第17話のあらすじは以下の通りです。第17話謀反の結末。第17話は、中国ドラマ蘭陵王の中でも特に緊張感あふれる展開が繰り広げられる重要なエピソードです。この回では、宮中での陰謀とその結末が書かれ、物語の核心に迫る瞬間が訪れます。歴史ドラマファンにとって、このエピソードはキャラクターたちの運命が交錯する様子を目撃する絶好の機会です。物語は、蘭陵王が宮中の異変に気づくところから始まります。彼は一刻も早く逃げる必要があると感じていますが、節部が宇文帝を心配し、逃げ遅れてしまう場面は彼女の優しさと献身を際立たせています。節部の心の中には彼女が愛する蘭陵王と、彼女の思いを寄せる宇文帝という二人の間での葛藤があることがわかります。この瞬間、彼女の選択がどれほど重いものであるかを考えると、胸が痛む思いです。宇文後の計略は、一見成功したように見えますが、実は宇文用の巧妙な筋書きによるものであることが明らかになります。謀反を起こした宇文後は、最終的にその罪を償わざるを得なくなります。この展開は、権力闘争の厳しさを改めて思い知らされる瞬間です。歴史の流れに翻弄されるキャラクターたちの運命に思わず引き込まれてしまいます。宇文邕は節部を周に止めたいと願うものの、蘭陵王を愛する節部の姿を見て二人を解放する決断を下します。この瞬間、彼の心の中には葛藤と優しさが同居していることが伝わります。彼の選択は節部にとっても蘭陵王にとっても運命を変える重要な瞬間です。愛と友情、そして忠誠が交錯するこのシーンは、視聴者にとって感動的な瞬間となるでしょう。さらに蘭陵王には生徒の停戦を約束するという展開もあり、これまでの緊迫した状況が一つの区切りを迎えます。この約束は彼にとって大きなプレッシャーであり、今後の展開にどのような影響を及ぼすのかが気になります。歴史ドラマにおいて、政治的な駆け引きや和平交渉は重要な要素であり、物語をさらに深く楽しむための鍵となります。このエピソードは、キャラクターたちの選択とその結果が、どれほど深く彼らの人生に影響を与えるかを考えさせるものです。節部の決断要文用の優しさ、蘭陵王の責任感が絡み合い、物語はますます複雑さを増しています。歴史的背景を持つキャラクターたちの心情が丁寧に書かれており、見逃せないポイントが満載です。蘭陵王は愛、友情、権力の闘争といったテーマを通じて見る者に深い感動を与えます。今後の展開に期待しつつ、物語の世界に浸ってみたくなるエピソードです。キャラクターたちの運命がどのように交錯し、物語が進展していくのか、次回の放送を楽しみにしたいと思います。中国ドラマ蘭陵王の第18話のあらすじは以下の通りです。第18話、停戦と仏事建立。第18話は、中国ドラマ蘭陵王の物語が新たな局面を迎える重要なエピソードです。この回では、蘭陵王が州都の停戦協議書を皇帝に献上し、その成果を称賛される場面から物語がスタートします。歴史ドラマファンにとって、この瞬間は彼の功績が光る一方で、周囲いの反発も引き起こす複雑な情勢を感じさせます。小宇の存在が
このエピソードにおける重要な対立の象徴となります。彼は民の貧困に苦しむ現実を背負い、乱領王の停戦協議に反対する立場を取ります。この立場は一見すると理にかなっていますが、実は権力の内部闘争を反映したものでもあります。胡惟の決定によって乱領王は自らの信念を貫くことが困難になる場面が印象的です。また仏寺の建立案を押し通す行為の行動は宮廷内の政治的駆け引きを浮き彫りにします。彼の冷徹な戦略が民を救うための手段として正当化されることに思わず考えさせられます。歴史的背景を理解しながら見ると、キャラクターたちの選択が持つ意味の重さを感じることができます。一方、乱領王と節部の婚礼準備が進む中、二人の幸せな未来が期待されますが、同時に彼らを取り巻く環境には緊張感が漂っています。婚礼の準備という慌ただしさの中で、彼らの間にはどのような思いが交わされているのか、心の葛藤が垣間見える瞬間が待ち望まれます。このような緊張感が視聴者に次回への期待を抱かせる要因となるでしょう。また物語のもう一つの軸として描かれるのが、追放され官役子となった定時の運命です。彼は地獄のような仏寺建立の現場で働かされており、その姿は切なくも痛々しいものです。定時の苦境は物語の中での権力闘争や社会の厳しさを象徴しています。彼の過去と現在が交錯することで、視聴者はその運命に胸を締め付けられる思いを抱くことになります。このエピソードでは登場人物たちの運命がそれぞれ異なる形で書かれ、物語がますます深みを増していきます。乱領王と節部の愛が試される一方で、他のキャラクターたちがそれぞれの道を歩んでいる様子も強調されています。歴史ドラマの醍醐味である人物たちの複雑な感情や葛藤がリアルに書かれており、ますます目が離せなくなります。乱領王は愛や権力、友情、そして裏切りといったテーマを深く掘り下げており、これからの展開にますます期待が高まります。この物語の先にはどのような結末が待っているのか、キャラクターたちの運命がどのように交錯するのか、次回も楽しみにしたいと思います。歴史ドラマファンにとってますます魅力的な作品となっていくことでしょう。中国ドラマ乱領王の第19話のあらすじは以下の通りです。第19話、2度目の婚礼。第19話は中国ドラマ乱領王の物語が新たな感動を呼び起こす重要なエピソードです。この回では節部が待ち望んだ婚儀を迎える姿が書かれます。彼女は親族が不在であるにもかかわらず、皇太后の祝福のもと愛に満ちた婚礼を挙げるのです。このシーンは彼女の過去の苦しみを思い起こさせると同時に、彼女がどれだけこの瞬間を待ち望んでいたかを強く感じさせます。婚儀当日、節部の心情が揺れ動く様子は感情的で胸が熱くなります。彼女は多くの困難を乗り越えてようやく手に入れた幸せを実感し、その感情が涙となって溢れ出します。視聴者としても彼女の喜びを共感する瞬間です。このシーンは愛と希望が満ち溢れる一方で、彼女の過去に対する痛みをも表現しているのが素晴らしい点です。その一方で物語は定時の運命をも書きます。彼は前夜になんとか脱走し、乱領王の府に保護されています。幸せそうな乱領王と節部の婚儀を陰から見つめる定時の姿は、彼の心に潜む暗い感情を浮き彫りにします。彼は節部から乱領王を奪うことを心に誓っており、この一連の行動が物語の新たな波乱を呼ぶことになるでしょう。ドラマの魅力はキャラクターたちの心の葛藤にあります。節部の幸せの裏には定時の嫉妬心が潜んでいるのです。このように一見するとハッピーエンドに見える婚礼の裏には、緊張感が漂い次回への期待を高めます。ドラマを通じて登場人物たちの愛や嫉妬、希望や絶望が複雑に絡み合っている様子が書かれており、これが乱領王の大きな魅力となっています。さらにこのエピソードでは
歴史的背景が巧みに織り込まれていることにも注目したいです。周囲の人々の思惑や時代背景がキャラクターたちの行動に影響を与えている点が物語に深みを与えています。婚礼を通じて権力や愛が絡み合う状況が生まれ、物語がますます緊迫感を増しています。節部の幸せな瞬間は一瞬のことであり、彼女を取り巻く環境は常に変化しています。定時の復讐心がどのように物語に影響を与えるのか、今後の展開に目が離せません。このドラマは愛だけでなく裏切りや復讐といったテーマを深く掘り下げており、キャラクターたちの運命が交錯する様子が魅力的です。次回の展開に期待しつつ、登場人物たちの心情の変化や運命に抗う姿勢が描かれることを願います。蘭陵王は歴史ドラマファンにとって愛と葛藤が交錯する深い作品であり、物語が進むにつれてますますその魅力が増していくことでしょう。中国ドラマ蘭陵王の第20話のあらすじは以下の通りです。第20話招かれざる客。第20話は中国ドラマ蘭陵王の中で特に緊張感を生み出すエピソードです。この回では幸せな生活を送っていた節部と蘭陵王の前に突如として現れた同志がもたらす予言によって物語が一変します。同志が蘭陵王が妾をめとらないと災いが起こると告げることで、節部の心に不安の影が忍び寄ります。この予言が示すものは一体何なのか、そして節部の心情がどう揺れ動くのか、歴史ドラマファンとして非常に興味深いところです。同志の言葉は単なる予言にとどまらず、物語の真相にある運命や選択の重さを象徴しています。愛し合う2人の間にこのような災いが訪れることで彼らの関係がどのように揺らぎ、またそれに対してどう立ち向かうのかが描かれることはドラマとしての大きな魅力となります。節部は愛する人のために心の底から不安を感じながらも強くあろうとします。この姿勢は彼女の成長を感じさせ、より一層物語に引き込まれる要因となります。一方、城外では鵜奉行の策によって民が次々と州へ流れ込んでいる状況が書かれます。これはただの背景ではなく、物語の核心に迫る重要な要素です。鵜奉行が民を動かす理由、そしてその影響が蘭陵王や節部にどのように波及するのか、視聴者にとって見逃せない展開です。財政危機に瀕した皇帝が蘭陵王に資金調達を命じるという緊迫した状況も物語のスリルを高めます。ここでの蘭陵王の立場は非常に微妙です。彼は節部を守るため、また自らの名誉や立場を保つためにどう行動すべきかを迫られます。彼の選択は彼自身の運命だけでなく、節部との関係にも大きな影響を与えることになります。このような葛藤はドラマに深みを与え、見る者を引きつけてやみません。また節部が密かに昌平村の自活に取り組む姿勢には彼女の強さと優しさが現れています。愛する人を支えたいという思いが彼女をさらに成長させ、行動へと駆り立てるのです。このように節部のキャラクターは単なる受動的な存在ではなく、積極的に状況を改善しようとする姿勢が描かれることで、より魅力的に映ります。このエピソードは登場人物たちの心情の変化や運命に抗う姿勢が描かれており、見る者に深い感動を与えます。予言がもたらす不安、そして彼らが直面する現実の厳しさは次回への期待を高める要因となるでしょう。蘭陵王は愛と戦いが交錯する中でキャラクターたちの成長が感じられる素晴らしい作品です。この物語がどのように進展していくのか、ますます目が離せません。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。